こんにちは。バーチャル女子プロレスラーのリリトです。今回は AEW のチケットがバカ売れしているというニュースをご報告していきます。なんで売れているのかを私なりに考察しているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、行ってみよう。バカ売れ。WWE との視聴率戦争の幕開けとも言われている AEW のテレビ放送会が現地時間10月2日に迫ってきました。視聴率戦争とは、通称マンデーナイトウォーと言われる、かつて WWE と WCW が同じタイミングでテレビ放送をし、激しい視聴率の奪い合いをした出来事で、最終的には WCW が倒産する形で幕を閉じました。このマンデーナイトウォーの競争により、WWE は成功の種を手に入れ、同じ団体内で番組を分け、競わせることで発展をしています。その結果、WWE はアメリカだけではなく、世界で一番大きな団体となり、まさに一強時代に突入しました。そんな一強時代に風穴を開けるがごとく誕生したのが AEW です。まだまだ WWE よりも小さな団体ですが、マンデーナイトウォーの WCW を放送していた TNT という放送局と提携したことで、かつてのリバイバルと言われることも珍しくありません。3時間。そんな AEW の初回放送会は現地時間10月2日に迫り、それに伴い大会のチケットが販売されました。そのチケットは爆速で売れ、コーディ選手やヤングバックスが完売をアナウンスしたのはわずか販売開始から3時間後のことでした。その数は約9200枚が売れたとし、この先さらに座席を開放していき、追加分のチケットをリリースしていくとされています。現在決まっているラインナップは以下の通りです。まずはジョン・モクスリー選手のライブ出演。試合はしないであろうと思われますが、何かしらのアクションがあるかもしれませんね。続いてコーディ選手とサミー・ゲバラ選手のシングルマッチ。そしてケニー・オメガ選手とヤングバックスが組み、クリス・ジェリコ選手と謎のパートナー2名による6人タッグマッチです。これまで一匹狼を貫いてきたジェリコ選手がパートナーを連れてくるということで、非常に楽しみなマッチメイクです。そして最後に AEW 女子王座トーナメントが行われます。参加選手は未定ですが、アメージングコング選手やビープレストリー選手などが有力候補ではないでしょうか。日本からは志田ひかる選手が意欲的なようで、志田選手含め坂崎由香選手やリホ選手の参戦なんかも期待できますよね。今のところこの放送を日本で見る方法は見つかっていません。 TNT は日本へパイプをほとんど持っていないようで、日本のファンからしたら残念な状態となりましたが、この放送を機に AEW が大きくなって日本大会を開催してくれることを切に願いたいと思います。今日はここまでです。ファイト TV で見れないかなとも考えたのですが、そもそもテレビ番組なのでいろいろな権利関係がありそうで難しいかもしれないですね。本日も最後まで見てくれたあなたが大好きです。お相手はリリトでした。それでは。